皆さんこんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いいたします。今日は何だっけ、なんかちょっと気になるニュースが、気になるニュースがあったの、はい、うん、なんか長谷園の CM で、うん、なんか熱海富士関が出てたやつが、うん、なんか2週間くらいで、うん、急に放送されなくなった。ああ、その反社がだからなんか、はい、ね、伊勢ヶ濱部屋の講演会で反社がいるからって言って、はい、それをこうなんか言われたんでしょ、はいはい、うん、それでやっぱそういうの敏感だよね、やっぱね、うん、上場企業はもうすぐパッと取りやめ、はい、もうちょっとでもやっぱそういう風な噂が出たら、はい、うん、俺なんか反社なんか全くないけど、親父がヤクザだっていうだけでもあんまりそういうの来ないもんね、テレビ局も来ないもんね。ああ、もう今来なくなっちゃったんですか、うんうん、自分で言ってるから世話ないんだけど、うん、でもこれね、これ本当難しい問題で、今だから相撲協会って谷町オンリー で、はい、でやっぱお金もらえる人はいい人ぐらいにしか思ってないから、はい、やっぱそういうのをだからやっぱそういうのはやっぱね、こう企業のだから名前だけ借りて、でそれで企業射程みたいな人だってそれ入ってきたりするのは当たり前じゃないですか、はい、お金集めにの会だから、だからまあそういうこともだあるから、だからやっぱり相撲協会はやっぱもともとこういうことは良くないから、後援会制度もやっぱそういうふうなそのサポーター制度じゃないけど、こうスポンサーありきのそういう後援会みたいな形にした方が一番良かっただと思うよね。だから当時だから若鷹フィーバーの時に高菜那若菜那がそういう後援会みんなね、きっちりした人が集まったじゃん、はい、それなんで集まったかっていうと、そのもう本当にまあその言ってもいいんかな、天皇陛下 の、はい、こう教えてもらってる先生がいたのね、天皇陛下を教えてる先生が、それが高菜那の後援会長みたいなことしてた、はい、だからその人の温度だからやっぱりみんな、うん、いろんなすごい財界の偉い人がみんな集まってきた、はい、もうその人の頼みだからって、はい、で日本一の後援会が、だそういうところに反社入り込む余地ある？ああ、なるほどなるほど、ないよね、はい、ちゃんとしっかりしてればね、入ろうとしたらやっぱ、うん、弾き出されちゃってたって、やっぱそういうとこねあるよね、うん、でもやっぱ昔からの講演会とかうちの師匠のね、はい、講演会っていうのはやっぱりまあ多少はやっぱそういうのあるよね、はい、うん、実際に本当伊勢ヶ濱部屋は反社とのつながり あるんですかね、うん、あるでしょ、ないとは言えないよねだって、うん、じゃあ、うん、あながち間違った記事ではなくて、うん、っていうことなんですか、うん、それは大から小からあると思うよ、うん、それは別にもうだ何が反社なのかとかいうのがあるじゃない、はい、じゃあそのこう会社としてはヤクザに関わりはないけど企業射程みたいなのもあるわけじゃない、はい、それって反社だよね、とりあえずは、はい、それも含めるもともと現役のだからヤクザさんがそのまま後援会入ってることはできないけど、はい、やっぱそういうフロント企業みたいなのが入ってきたりするのはあんまり分かんないじゃないですか、表にも出ないし、だから表に出ないことがこうやって出るってことはもう散々俺から言わしてみればね、白鵬散々いじめるから嫌がらせ、それは白鵬の後援会の人間から嫌がらせあるに決まってんじゃん、そんな、なるほどなるほど、うん、ちょっとそこら辺もあるんですね、あると思うよ、やっぱそういうこの野郎と思うじゃない、俺なんかでも常にやっぱりこう批判してるっていうよりも、そういうふうにいやダメだからよくしていった方がいいじゃないかって言っててもやっぱり反対の方からしたらやっぱりあの野郎ってなるじゃない、なんかやっぱり痛いとこつついてやろうと思うじゃない、これはもう世の常だと思うよ、うん、あ、じゃあまあ別に宮城の親方がそういうふうに支持とかじゃなくて応援してる人たちが勝手にそういうふうに、いや俺分かんないよまだ伊勢ヶ濱憎んでるやつもいるかもしれないし、はい、俺分かんないけど、そういう人間が
得てしてそういうふうな形で垂れ込みがあってもおかしくないよって、火のないところには煙が立たないって言って、はい、それは俺がだから現役当時はそれは本人は付き合いしてたのはそんなのだって俺見てるわけだから、はい、そんな 100% だけど今は分かんないけどね、今付き合いないから、はい、でもそういうことはあり得るよってこと、うん、あり得るから、だから講演会のあり方も正直もう今日これぐらいのあのね時期になってね、相撲協会あと警察ね、あと議員さん、いろんなもん全部踏まえてそういうちょっとしたことがあったらやっぱ叩かれる時代だから、まあやっぱ気をつけなきゃダメなのよ。だから面白いなと思ったのはそのなんだっけあの熱海富士が、え、俺そんな悪いことしてないのに何ですか何ですかとか言って言ってるからもううろたえてビビっちゃってるけど、はい、自分じゃないよって言って、僕俺そんなこと悪いことしてないのにとか言ってね、はい、毎日お茶漬け食べるって言ってたのにとか言って子供の時にって言って、はい、そういう純粋な子もいっぱいいるわけだから、そういう子はね、やっぱりこうちゃんとやっぱりこうコマーシャルである程度収入を立ててあげてみたいなとかありだと思うけどね、はい、うん、あの以前その遠藤関やったりとか、うん、まあ、その前高見盛りとかは、うん、もしその時もうそういう、まあ、部屋違いますけど、うん、反社とのつながりっていうのは あったかもしれない。そんなのさ、だからそういうのこうそれをそのコマーシャルの会社に垂れ込みがあるってことはよっぽどやっぱりわかる、よっぽどやっぱりこう恨みがあるんだろう、うん、だから恨みがあることをしても平気なような、うん、やっぱり生き方しかなきゃしょうがないよね。やっぱそれはもう裏を返せば悪いことしてたら絶対それは言われるんだと思っとかないと、言われても平気なようなね、うん、あそうですよって言ってそれでも生活ができるんならそっちに越したことはないよね。別に気使うような職業だったらそれはそれでしょうがないってことはできないから、やっぱ気を使わなきゃダメだよね。そういう商売はもうやっぱ無理だと思う。やっぱみんなにこう応援されてね、やる職業はね、アウトローはもうアウトローだから、所詮は、はい、でもその垂れ込みだけで、うん、まだ不確かな感じだけども、もうダメになっちゃう。もうそういう時代なんだと思うよ。ちょっと垂れ込みあった時点ではやっぱり多少は裏取るだろうけど、はい、うん、もうそんなのだって宣伝してさ、そんなの悪評ついたらさ、売り上げ落ちるんだから。コマーシャルで売り上げ上げようと思ってるのが、コマーシャルで売り上げ下がったら本末転倒でしょ、はい、どう思う？いや、そうですけど、ただまあ相撲ファンとしては、うん、まあ、あの試合も結構、まあ、有名力士が出てて好きだったんで、うん、このままなくなっちゃうのかなと思うと残念だなって。あたりね、最初は北島三郎さんの、はい、あれチラシ寿司は違うかとか、麻婆春雨もそうじゃない、長谷園の麻婆春雨とか言って、そうですね、うん、それやっぱキャッチフレーズが良くてね、え、大体どれぐらいお金使ってんのかなっていうのが気になるじゃない、大体スポンサー料って大体どれぐらい使ってんのって聞いたことあるんだけど、 いくらぐらいだと、大体10年ぐらい前かな聞いたのがね、今どれぐらい売ってんのか分かんないけど、その当時だから長谷園の売り上げが1000億あったんだよね、はい、それのやっぱ 10% は宣伝広告料で使ってるって言って、そんな使ってんだ、じゃあ100億は最低使ってんだって、あもうそれぐらいは言ってますよっていうような感じだよね、うん、もともと相撲とそういう反社のつながりってやっぱり興行だから
昔は深かった。もうそれをなくしましょうねっていう話でね、もうほとんどだって巡業とか行ったらね、やっぱ一番最初に俺らの時だ、今は違うけどね、はい、俺らの時はまず最初に警察に挨拶行って、はい、であと火事とか起きたら困るから消防署も挨拶行って、で消防署とその警察立ち寄り署っていうのもある程度作ってもらって、であとはもうその火事になったりしたら困るから、だから消防の立ち寄り署もこう置いて、でその後やっぱりそこの地元の薬剤さんのとこにお酒持って行って、すいませんあんまりこう暴れないでくださいって、静かにしてくださいって言って挨拶、何もかも全部こう穏便に行きたいわけよ、みんなそうだけど、揉め事はだからもう穏便に穏便にって言って、物事を何か変える時っていうのはある程度喧嘩もしないといけないけど、まあ穏便に済ませるもんなら穏便で済ました方がいいっていうことだよね、うん、だからまあ熱海城悪いわけじゃないから、うん、まあそういうシステムが悪いわけだから、そういうシステムはやっぱ改善しないとダメだってことだろうね。そういうシステムがなければ別に、いやうちは関係ないよって言ってはっきりものを言えるし、そういう講演会とかそういうのがなければね、ちゃんとしただからスポンサーみたいな形でちゃんとやっぱそういうことがなければ、うん、ちょっとやっぱもうこれから先難しいんだと思うよ。じゃあ最初にやっぱ今後講演会システムみたいのをなくして、なくさなきゃいけないかもしれないね。ちゃんとやっぱり自分の稼ぎは自分で稼げるようなシステムにしないと、もう何でもかんでもやっぱりスポンサーだ、スポンサーじゃないね、やっぱ講演会頼みじゃダメだよね。スポンサーだとある程度名前が出るからね、名前が出た中でお金もらうから、だからその名前もやっぱりこうちゃんとした名前じゃないと無理だから、裏では何してるか分かんないけど、表はね一般の常識がちゃんと通るようなあの世界のやつでしかやっぱり通らない時代になってきてんだろうね。だってもともとだって相撲取り俺らの先輩の時なんかだって、元だって薬剤さんから相撲取りになったりとか、いや本当だよ本当だよ。でだって大砲親方なんてだってもともとだってね、山内組の3代目が講演会入ってたんだ、はい、で芸能界だってそうじゃね、田岡さんですか、そうだってそういうの全部あるから、はい、うん、でね昔はもうそういうのが成り立ってて今は違うよってこと、うん、